皆さん、おはようございます。本日はご多忙にも関わりませず、お集まりいただきありがとうございます。この度、秋田方市長に就任いたしました、藤本悦司と申します。よろしくお願いいたします。7月7日に、執行されました秋田方市長選挙において、多くの皆様から厳粛なる信託をいただき、第5代秋田方市長に就任をいたしました。市政運営を見直していただくことになりました。よろしくお願いします。市長として課された使命、また責任の重さを改めて身に引き締まる思いをしております。さて、この度の市長選挙では対話を重視した市政と全市政の継続を問う選挙でした。その結果、市民の皆様の選択は対話を重視した市政でした。これからの4年間は市民や市議会議員との対話を重視し、共に本市の課題解決に努めていきます。ご承知の通り、秋田方市を取り巻く環境は人口減少、少子高齢化、厳しい財政状況など課題は山積みしております。私は山積みする課題を解決する上で意見の違いをしっかりまとめることで、将来にわたり希望の持てる秋田方市を作り上げていきます。私は今回の市長選挙で誰も置き去りにしないあったかい町づくりを実現しを目指し、子育てから介護まで市民の困ったしんどいを汲み取り、きめ細かい制度仕組みによって住民と行政が大丈夫でつながった町づくりを訴えてまいりました。その実現に向け、5つの秋田方あったかビジョンを掲げていますので、この5つのビジョンについて申し上げます。まず1点目、ギスギスしない改革では、不安を煽る行財政改革ではなく、対話を重視、異なる意見も汲み取る寛容さで改革を実行していきます。2つ目の暮らしやすいあったかい街づくりは、お互い様でつながり、誰も置き去りしない秋田方市を作ります。3つ目のすくすく子育てと学びでは、社会の宝である子どもを育てる制度と仕組みを作り、子育てと学びを幅広く支援します。4点目のぬくもりの福祉とシニアの底力ですが、誰もが住み慣れた秋田方市での暮らしを続けられる街を目指します。最後に5点目の頑張る産業は町の原動力ですが、企業誘致を促進し、商工業や農林業を支援して元気な町を目指します。以上、5つのビジョンの簡単な概要について申し上げましたが、今後4年間秋田方市の新しい町づくりを職員とともに進めてまいりたいと思っております。市のますますの発展を願い、就任にあたってのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。それではご質問のある方は挙手をお願いします。 NHK さん、NHK の福島です。この度は市長へのご就任おめでとうございます。改めて一夜明けてのお気持ち伺えますでしょうか。はい、一夜明けての気持ちですけれども、本当に厳しい選挙戦を戦わせていただきました。昨年来、全市内を歩かせてもらって、本当に多くの意見お気持ちを聞かせていただく中で、本当に今回の得票数も考え、そして私に入れてもらってない方の気持ちも考え、本当にオール高田の皆さんの思いをどう実現していくか、本当に身の引き締まる思いでいます。先ほどもおっしゃったように、市ではさまざまな課題がある中ではありますけれども、優先的に取り組みたい課題というのはどういったことでしょう。はい、差し迫ってある課題がいくつかあると思います。まあ、子ども認定子どもへの課題とかですね、ありますので、そういったところも待ったなしのところは早急に取り組んでいきたいと思ってますし、今からまた
議論しながら進めていきたい、シニア層への投資とか、また子育てとか若者世代、あるいは農業関係での、ね、鳥獣害対策、荒廃地の防止、そういったものもいろいろと山積みですので、その辺をやっぱりスピーディーにやるものとか中長期でやるものをしっかり仕分けをして取り組んでいきたいと思っています。日を同じくして昨日は東京都知事選挙も行われました。石丸前市長にと躍進されましたけれども、その様子どんなふうにご覧になっていましたでしょうか。そうですね、気にはなりながら自分の方がやっぱり気になってたんで、今朝新聞で、本当に昨日もテレビ見てないんで今朝の新聞で見たけど、やっぱりまだ途中のしか出てなかったんで、ただすごく百何万票ですかね、取られたということで、すごいご活躍だったなと思いました。前市長と の今後の姿勢、どのような部分を変えて、どのような部分を維持していきたいか、お考えをお聞きできますか。はい、やはり継続しなくてはいけないところもあると思いますけども、やっぱりその継続するにしても、やっぱり対話とのところですね、しっかり市民の方が納得していただく形に、しっかり十分時間をかけてやっていきたいなと思っています。朝日新聞、柳川です。お願いします。先ほど認定こども園のことも触れられましたけれども、前市長が予算専決処分したものが、今まさに手続きが進んでいますけれども、これについては要は手続きをこう止めるということで考えているということでよろしいでしょうか。はい、これはですね、市内回してもらうときに、申し上げさせてもらってますけれども、一応今の手続きについては一旦止めさせてもらいたいなという考えております。あと吉田小学校区にやはり統合した子ども園を設けるのが理想的だという考えでいらっしゃるということでよろしかったでしょうか。はい、建設地についても、旧吉田小学校区内ということを考えております。あと期限があるものといいますと、山根市議が秋田方市被告として、裁判を起こしているのに、控訴審判決が先週ありましたけれども、こちらについては、補助参加人の石丸さんが上告受理申し立てをしておりますが、秋田方市としてはどう対応されるかというのは、上告期限がありますけれども、お考えをお聞かせいただければ。はい、この件については上告期限、タイムのスケジュールがあるので、それに間に合うように、結論を出すようにちょっと今最終に、調整をしております。じゃあともう一点だけ、インターネット上に、明らかに出して、例えばこの記者会見であるとか、市議会の中継であるとかを元にして、他の方々がいろいろ編集された動画がたくさん出回っておりますけれども、これについて、前の市長が許容すると、むしろ市の宣伝にもなっているんだということをおっしゃってて、一応市に著作権がある動画が元になっておりますけれど、こうした動画については例えば削除の申し立て要請をするであるとか、何かそういうお考えは今ありますでしょうか。はい、これはSNS の世界のやっぱり有効な手段だというのは認識しています。ただ内容がですね、事実と違うということに関してはそれなりの対応をしていく。だけど事実であればそれはもう本当に瞬時に拡散できる内容でもありますし、有効な手段として、うまく活用していくようには思っております。事実でないものについては対応するっていうのは何でしょうかね。ちょっと、編集の仕方によってあったこととは違うように受け取られるもの、やっぱり切り抜きの部分でちょっと誤解を与えるような形になるようなものがあれば、そういったものは、僕自身がその選挙戦の中で大変に苦労した部分はそこの部分でもありますし、そういったところはやっぱり正確な形での切り抜きでないと困ると思ってますので、じゃあ明らかに誤解させるとか事実と違う印象を与えるものについては削除を申し立てることも考えていくということを、それはそのようにする時もあるかなとは思っています。わかりました。中国新聞さん。中国新聞の恵比寿です。先ほどの認定こども園の件なんですが、例えばこれはもう具体的に幹部会議、あったと思うんですけども、具体的な指示等はされたんでしょうか。
まだそこの具体的なシーンとかまでは言ってません。というか、じゃあそれは今おっしゃられたのは、吉田商工内でっていうのは、まで、市長の今の考え方を述べられたということですね。ちなみに議会だよりの予算ですね、発行予算も、今執行停止の状態だと思うんですけども、これは市の方で内部で解除なりですねできるかなと思うんですけども、このあたりはどういうふうにお考えですか。はい、これもやはり、議会の内容をですねしっかり広く市民の方に、お示しするのに有効な手段だと思います。SNS とかそういったのを利用されない市民の方もいらっしゃいますので、ペーパーでのしっかり広報ということで、これは必要だと思ってますので、その執行停止になっている状態については解除ということをしていきたいなと思っております。これは速やかに解除手続きをする。そうですね、ちょっとまた議論内部で調整をして対応したいなと思ってます。あと市長は選挙戦の時に会長時間の見直しについても言及されてましたけども、これについてはどうなんでしょうか。やっぱり今の9時から5時っていうのをですね、その効果とか検証した上で、利用実態とかですね、そういうのを検証した上でまた元の8時半から5時15分というのも一つの検討材料、検討されるのか、それとももうあくまでも住民サービスとしてもう8時半から5時15分というところに戻そうと思っているのか、どうでしょうか。はい、これもですね市内を回してもらって本当に多くの意見をいただきました。戻してほしいという意見ですね。ということで、検証をしっかりちょっとしながら、基本的には戻せるんであれば戻していきたいなとは思ってます。朝日宮川です。ちょっと話出ましたけど、議会通りの件ですけれども、予算が保留になってますが、この予算について前市長が知事裁定の申し立てをしており、して、今県で手続きが進んでおりますけれども、これについても7月中に、県の方で結論、知事が裁定を出すということになると思いますが、それ以前に確か取り下げというのもできると伺っておりますが、これについてはどうお考えでしょうか。はい、その点についてはちょっと今整理中ですんで、ここではちょっと申し上げられませんけど、そのタイムスケジュールか、それに基づいて何らかのことにはなるかと思います。いかがでしたか。これまで石丸氏はほとんど進んでいなかった施設廃止を念頭に行財政改革を行い、一定の成果を上げてきました。その根本は市の消滅の危機感から来るものであり、常に全体最適を目指し施策を断行してきました。しかし一部では独善的と判断されるものもありました。一方、藤本市長は市民の意見を聞くことを念頭に対話を重視するという方針でした。しかし市長選挙中にあった候補者同士の公開討論会には出席していませんでした。その理由としては、市内での外宣活動を重視する方針と時間的余裕のなさということでした。藤本市長のおっしゃるように、今回の選挙は石丸氏の方針を継続するかどうかが争点となり、結果としてそれを市民の多数派が望まないという結果になりました。試験としては、藤本市長が聞く市民の声が市民全体の声なのか個別の市民の声なのか、そこは見極める必要があるかと思います。政治では一部つながりの強い関係者へ取り計らう施策が横行する場合が往々にしてあるからです。逆に石丸氏はそのようなしがらみを一切持たず、本当に必要だとした課題を断行していく姿に多くの国民が賛同してきました。また得意としていた抽象化して全体最適に落とし込む施策は拝見していて大変合理的に感じ、同意する部分が多くありました。しかし一方で市民の声を置き去りにしているという意見もありました。この1ヶ月の動きとしては、資料にある表の通りです。主なところでは認定こども園について理解とやり取りを行っています。上から行くと、4月25日付で所管する総務文教常任委員会の委員長芦田委員長へ意見交換を申し入れましたが、それについては5月の8日
拒否するという回答が返ってきています。その内容については資料ついてあるかと思うんですが、補正予算の修正議決以降、修正理由への対応がなされていない中、意見交換に応じることはできませんという理由というか説明でした。まあ、これの内容というか、この日本語がよくわからない、修正理由への対応が何を指すのかというのも判然としないので、重ねてその後5月13日付で、まあ、そもそもそれもよくわからないですし、どんな理由があっても執行部からの問いかけに対して議員がその対話を拒むというのはあってはならん態度だというのを書面でまたお送りしています。13日付の文書にある通りですね。はい。その修正理由への対応が何を意味するのか分かりません。また市民の代表である議員として意見交換に応じることはできませんは、どのような理由を付しても本来的にとってはならない態度ですというふうに書いてあります。で、その後なぜこれを今求めているのかという理由もつけてあります。簡単に言うと、6月の定例会より前にこの議論を再開させなければ、また認定こども園の開園時期が1年さらに後ずれしてしまうからです。それこそ委員長をはじめ他の議員の方々もところどころで言われてた通り、まあ、保護者といいますか地域との意見交換、地域への説明等を丁寧にしようとすれば時間がかかるというのが分かりきっている話で、それを踏まえると急がなければならないというのがこの文章でしたためたところです。しかしながら5月15日付でそれでも受けないというふうに返ってきてしまいました。で、その説明としては、諸課題等が対応されていない中、説明の場合の出席には応じられませんというものです。もはやこれをもって執行部としてはなすすべがなくなりました。これに何か執行部としての落ち度があれば逆に指摘して教えていただきたいぐらいです。二元代表制において対話をしなければならない存在、それは相対する存在だからのはずです。しかしこちらからの問いかけに対してうまく説明できない、都合が悪くなれば逃げ出すというのは許されない行いのはずです。というのが、この本認定こども園をめぐる動きとしてこの1ヶ月で生じたというのを、ここ資料の中で説明をしています。続いて2件目は、いつもの全国からの応援についてです。資料にある通り、ふるさと納税は4月分が1124万円、YouTube の広告収入等は185万円を頂戴しています。いつも本当にありがとうございます。すでにお話ししている通り、私は次出ませんので、賞を続けませんので、この先、どうしても影響が出てしまうのかなとは思います。ただいずれにせよです、私というものに対して何か評価をしてくださった、期待をしてくださったというお気持ちであるならば、ぜひとも私がその思いを馳せた、大事にしたかったこの街を引き続き応援していただければと願うばかりです。3件目です。財政運営方針、財政健全化計画の改定です。この度2025年度からの4年間の財政状況を試算しました。これまでの財政説明会でもお伝えしてきた通り、財政状況は今後さらに厳しくなっていく見込みです。
故に公共施設の削減や事務事業の見直し、これらを着実に進め、そして持続可能な財政運営を目指す考えに変わりはありません。4件目はカスタマーハラスメント、カスハラに対する取り組みについてです。対等な売り手と買い手の関係を築くことを目的として、今年度よりカスハラ対策を実施していきます。まずは市内企業と連携し、啓発ポスターの掲示を行います。また市内の企業を対象とした研修会も実施する計画です。続いて5件目は週休3日制の施行です。この度県内の自治体として初の取り組みとなる週休3日制を市役所で施行します。職員の働く意識や環境を変え、職員のライフワークバランスを改善し、そして業務の効率化につなげていく考えです。続いて6件目は神楽の関西公演についてです。来月6月8日土曜日に開催します広島神楽関西公演まで残りわずかとなりました。チケットは現在販売中です。関西の皆様はもとより、それ以外の全国の皆様にもぜひこの機会に秋田方の神楽を知って、そして楽しんでいただきたいと思っています。最後7件目は安芸高田焼についてです。認証店ですが、先月の記者会見からさらに4事業者増えまして、全部で45事業者となっています。今回は新たに北海道と静岡県に認証店が誕生しています。また小売店として生活協同組合広島が認証店となっています。県内に7店舗あるコープで5月6日から販売が始まっているところです。目標としている50事業者まで残り5事業者となりました。市内外国内外すら問いません。皆様の申請をお待ちしています。はい、読売新聞さん。すみません、読売元です。まあ、これ代表してということになると思うんですけれども、先日の、都知事選出馬会見以降、まあどのような反響が、石破首相のもとにあったかというような話と、で、実際その市長任期をどういう形で終えるか、つまり辞職願いをいつ出すのかというようなことが、その会見以降、決まったことがあれば、教えてください。つまり辞職願いをいつ出すとか、あるいはその自動失職に、するのかとか、まあその辺のことですね、聞かせていただければと思います。まず一つ目のご質問ですが、どのような反応があったか。まあ世間一般の反応というのは皆さんすでにご承知の通り。かと思います。まあ私もそれ以上の情報はないので、はい、皆さんと同じ立場です。で、個別にやはり反応が多かったのは、昔の友人知人ですね。で、その多くが東京、まあ関東にいますので、はい、そういう人たちからの連絡が、もう山のように届いて、で、それがなかなかまだ返しきれてなくて、大変申し訳ないなと思っているところではあります。で、2つ目のタイミングのお話なんですけども、これはまだ調整中です。はい、一番いいタイミングをまだ考えています。その他質問はございますか。はい、テレビ新広島さん。テレビ新広島の大塚と申します。よろしくお願いします。先ほどの2つ目の質問に関連してなんですけど、まあ、一番いいタイミングでというところなので、まあ、極力穴を開けないようにとか、そういったあたりのいいタイミングにある基準というか、市長の中で今お持ちの何か判断材料というのを改めて伺えますでしょうか。
判断する場合は総合的に勘案するのが基本のポリシーになります。前もちょっとお話ししたんですけども、もうすでに入っている公務がありますので、それは可能な限り、まあ、ちょっと消化というと響きが良くないかもしれないんですが、はい、自分が受けた仕事というものが確かにありますので、あの俗人的なもの、はい、もうあるので、そういったところを最大限組みたいとは思っています。ただご承知の通り、明らかな通り、任期満了というのはもう叶わないので、はい、その加減を今検討調整をしているところです。ありがとうございます。で、あのもう一つなんですけども、まあ、あのもともと都知事選の出馬あの意向というか、まあ、理由も含めて先週金曜日お話いろいろしてくださった限りなんですけども、まあ都政の発展と、まあ、そこから地方へというところも思いとしてあると思うんですが、まあ、今回の件について純粋にもっと市長を続けてほしいなと思っているここの市民に関しては、改めてどのようなメッセージをお送りしますでしょうか。改めてはもうないです。繰り返しになります。すでに言ってますので、ちゃんとそれを報じてください。新聞テレビが言ってないことはないですよ。かなり尺取って話してます。よろしいですか。なので繰り返します。この町の発展を願えばこそ他にやらなければならないことがあると言ってます。それは次の不出馬を宣言した時からそう言ってます。テレビが報じなかっただけです。新聞は書いてました。よしですね。はい。でもう少し言えば、まあ、これ結局繰り返しなんですが、この町の10年20年先を見据えて、これまで4年間あらゆることに取り組んできました。成果がすでに上がったものもあれば、時間差を持ってこれから成果が出てくるものも当然あります。ただです、それをこの先繰り返していっても、もう自利品なんですね。いつか終わりが来ます。そう遠くないうちに。だとしたら違うアプローチを取るのが当たり前の作戦になるという思いです。ひたすらね、地道にコツコツこれやってたら、いつかこの状況が打開できるんだったら、いくらでもそれあります。そこに全身全霊をかけての望むべき、挑むべきですよね。ただそれではその先が描けないんです。明らかです。はい、でもこれは残念ながら安芸高田市に限らず、全国の1700からある自治体のほとんどが同じ状況に陥ってます。でそれを突破できるどこか分岐点があるとするならば、それが東京都だというふうに、日本の首都だというふうに考え至ったという話をすでに何回かしました。もしこれでもまだ聞いてないところがあるというのであれば、重ねてご質問をお願いします。その他ご質問よろしいでしょうか。それでは最後に情報提供として、6月行事予定をお配りしておりますのでご活用ください。なお来月の記者会見は未定のため、決まり次第お知らせいたします。そっか、来月のタイミング、通常でいけば6月の27日なんですね。はい、わかりました。となると定例記者会見としては、私が出るのは今回が最後になるかと思います。ただどうかな、もしあれなら最後退任のタイミングとかで臨時の記者会見を開いてみるのもありかなとは思っています。まあそれこそこれまでを振り返ってみるというのも、なんかよくそういうシーンは見かけますし、別に今聞いてもらってもいいんですけど、まだちょっとありますので、それは撮っておくべき
なのかなという気もしました。まあ、それはまあいいんですが、もうちょっと本来の会見の中身について質問がいただけると、市としてはありがたいところではありますね。いつもね、なんか実績がどうだ、成果がどうだというふうにご質問いただくんですが、毎回毎月に発表してるじゃないですか。で、それは大きなことばっかりじゃなくて、小さなこともありますよ。まあ、むしろそっちが多いんですが、でも市政というのは、それらの積み重ねでしかないんです。どでかい話なんて、そうそうあるわけはなく、まして、こんな小さな自治体で、そんなことまず起きないんですよ。ね、他の自治体に渡してもそうじゃないですか。中央新聞がコツコツ記事書かれてますが、そういうもんなんです。基礎自治体の動きというのは。何か箱物を作ったりすれば話題にはなるんでしょう、きっと。ね、道路ができたとか、ね、計画が発表されたとか。でもそういうのはもう望めない時代に入ってますし、何より私自身がこの4年間で意識してきたのは、ハードではなくソフトだと。ハードの方はとにかく畳んでいくのが優先だと。で、ソフトの方に注力をしてきたわけです。先ほどの最後の秋田方焼き、たった半年ちょっとで、日本47都道府県のうち、かなりの都道府県で、今秋田方焼きが売られてるんです、ね、皆さんに食されてるわけですよ。他にこんな事例がありましたか。まあ、これが大したことがそうじゃないか、評価はそれぞれあってもちろんいいんですが、まずないと思います。やったできた自治体、ましてこれ広告代理店をじゃあ使えばできるのか、民間事業者でやったらできるのか、あります？たった半年で、これだけ小売を展開する。これ広告代理店に頼んだら何億かかるんですか？何億かけてもできないんじゃないですか？それほどまでに、これ実は難しい事業ですよ。しかしなぜその難しいことをやったのか、できたのかといえば、これが文化だからです。もちろん経済的な要素もあります。経済と文化というのは互いに密接に重なり合っているものではありますが、その文化の価値というものを秋田方市としては最低再利用再活用しているところに、このこれまで行ってきた市政の目指すところがしっかりと描かれています。文化というのはすなわち人の心なんですね。なので、金の力でどうにかなるばっかりじゃない。逆に、金じゃなくてもどうにかなることもあるんです。先ほど北海道ね、これ面積大きいんで一気に赤く増えた感じになるんですが、この北海道、さっき話をしてくれた部長が、たまたまプライベートで北海道に行った時に、そのお店の方にちょっと話したら、乗ってくださった。っていう、きっかけ、背景があるんです。いくら積んだとかじゃないんです。普段の生活の中でそういう話をしたら、その心意気に、意思に賛同してくれる方がいたと。その結果が、この全国に広がっている秋田方焼きです。もちろんこれらは時間とともにまた増減します、必ず。ただ、この中のいくつかでも、そこに、馴染んでいけば、気づけば土着のものとして、なぜか全く広島じゃないところに秋田方焼きが残ることだってあり得るわけです。ね。実際に文化の中でそういうことって多々あるじゃないですか。私たちは日常生活の中でそれを改めて意識しなかったり、忘れてしまってたり、そもそも文化の流れを知らなかったり、知られていなかったりするんですが、そうしたところにこの町のアイデンティティを残す可能性、この町をいろんな意味で残す活路があるんだと思ってこの事業を進めてきました。なのでまた改めて記者会見をする際に、ぜひともいろいろなご質問を頂戴できればと思うんですが、この記者会見、定例記者会見、私が担当するのはこれが最後となりますが、ぜひこれからも秋田方市に
興味関心を存分に持っていただきたいと思います。そして最後にお伝えする大事なお話なんですが、今月の高田はなんだ、あ、カエルです。カエルになってますね。6月を迎える、はい、梅雨に入るので、高田はカエルのね、かぶり物をして一緒に葉っぱが立ってるわけですよ。ね、これは師匠がどうなろうともおそらくこの先も続きますよね。はい、続いていくので、少なくともこれは毎月見に来てください、皆さん。ね、今月の高田どうかなと思って、ね、どこのテレビでも見るし、中国新聞のちっちゃい記事でもいいですよ。今月の高田で毎月これ載せてあげてください、絵を。ね、そしたらまた職員の方もやりかけてますから、張り切ってね、この、なんだろうな、失礼、そのうちちょっとネタがね、苦しくなるかもしれないんですが、それもまた大事なことなんです。はい。ぜひ、引き続き、末永く、高田をはじめ、秋高田氏をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。